どうも、ミスター X です。吉川アカデミアグランドオープン記念講義ということで、全5講義第3話までやってまいりました。ありがとうございます。今回はですね、お金を稼ぐ公式ということで、全5講義中第3話やってまいりたと思います。よろしくお願いいたします。年収2000万円の生活を送る方法という大きなタイトルの中で、今回はお金を稼ぐ公式でございます。では早速参りましょう。お金を稼ぐ公式ということで、まあ今まで公式といえばどうですかね、小学校の時にいろんなね、算数の公式、公式といえばやっぱり算数でしょうね。人生で初めて公式を習うのは、小学生の時でしょうし、あれですよね、今思い出せば、距離を、求める公式だったり、あとは何だろうな、速さを求める公式だったり、時間を求める公式だったり、まあ、いろんな面積を求める公式だったり、角度を求める公式、いろんなね公式ってあると思うんですけど、まあこの公式の中で学校では教えてもらっていない公式、これがお金を稼ぐ公式なんじゃないかなと思います。まあ小学校のね、1年生ぐらいからこのお金を稼ぐ公式っていうのをずっと教えてもらってれば、小学校って6、7歳ぐらいから行くんですかね、6、7歳ぐらいから、小学校に行くと思いますので、例えば小学校1年生で、このお金を稼ぐ公式を習ったとすれば、まあ、例えば6歳にしましょうか。6歳の時にお金を稼ぐっていうのはこういう公式で、できるんだよっていうことをね習ったとすれば、私今36歳ですから、30年その公式を知ったまま人生を送ることができるわけですよね。でも小学校1年生でこのお金を稼ぐ公式っていうのは、学校では少なくとも義務教育の小学校では教えてもらってないわけですよね。まあ、もしかするとどこかね、今私立の非常にね、クオリティの高い小学校では教わってるのかもしれません。まあ今現実として、公立の小学校に通えば、このね小学校1年生でこのお金を稼ぐ公式っていうのはまず習ってないですよね。はい。なので今ぜひねここで学んでいただいて、今後の今動画を見ていただいているこの講義を、グランドオープン記念講義を見ていただいているあなたは、この公式をですね使って、豊かな人生を送るきっかけにしていただければなと思います。はい、では次に参ります。まあお金を稼ぐ公式っていうのはとにかくシンプルです。まあ、公式が複雑だと公式じゃないですよね。もう一回言いましょうか。これは大切なことですから、お金を稼ぐ公式はとにかくシンプルです。公式が複雑だと意味がなくて思考がぐちゃぐちゃになるし、何をやってるのか分からなくなるということで、非常にシンプルな構成になっています。ですので覚えた方がいいですね、これはね。覚えていつでも言えるように、例えば四角形の公式は
縦かける横ですよね。で、三角形の面積は縦かける横割る2ですかね。底辺かける高さ割る2ですよね。底辺かける高さ割る2が、三角形の求める面積、まあこういった感じでサクッとね、出てくるような、まあ、そこまでしっかりね自分の中に落とし込んでいただければなと思います。で、まあ、この次かな、この次に公式出てくるんですけど、まあ、難しく考えるから行動できなくなる、お金を稼ぐための公式と言われた瞬間に、まあ、まず日本人の思考としてお金を稼ぐことは悪だっていう、お金ってあんまりクリーンなイメージがないんですよね、日本人にとって。そこがまず、マインドブロックというかメンタルのブロックになってるので、まあ、ちょっとそれはまた別の講義でお話ししようと思いますけども、まあとにかくですね、公式ですから、お金を稼ぐ公式なので、本当に難しく考えず、簡単に考えていただいて、そしてね、行動が止まらないように、していただければなと思います。では次が、その公式だということで、こちらですね。はい、これは必ずですね、特に予祝アカデミアプレオープン生の方々につきましてはですね、しっかりとこのお金を稼ぐ公式、これを覚えていただきたいと思います。まあきっと来年以降ね、全国セミナーですね、まあ、予祝アカデミアチーム予祝のリーマントラベラー、まあ、サラリーマンをしながら旅をする、で旅をしながら全国セミナーをする、まあ、全国セミナーのツアーをね、しようかなと、考えておりますし、まあ、その時のね、セミナーでもこの話を絶対にするかと思います。でお金を稼ぐ公式ですけれども、もう見たままですね、お金かける能力かける時間です。ではね、これを分解しながら、解説しようと思いますけども、まずこの公式は足し算でもなければ引き算でもなければ割り算でもなくて掛け算です。掛け算、足し算引き算割り算じゃない、掛け算っていうのをまず覚えていただいて、どれかが0だと0になっちゃうんですよ。どれかが0になってしまうと0になる、もしくはねマイナスになってしまうとマイナスになっちゃうんですね。一つがマイナスになると全部マイナスになります。で、まあ、それを踏まえて、まずお金ですよね。じゃあお金を稼ぐためにお金を使う、これ意味わかりますかね。お金を稼ぐためにお金を使う、例えば1億円持ってたとしましょうか。1億円を持ってた、でそのまま銀行に、預けたままだと、ほとんど増えないですね。金利が非常に低いので、超低金利時代ですから、1億円を預けてても、ほとんど金利っていう、利子っていうのはつかないわけで、じゃあこのお金を使ってお金を稼いでいこうと。で例えば1億円あるなら、例えばね、とても立地のいい、土地に、まあどこかな、どこでもいいですけども、コンビニですね、大手チェーンのコンビニのフランチャイズを、契約して、でまあどこでもいいです、セブンイレブンでもいいし、ファミリーマートでもいいし、ローソンでもいいですけども、契約をして、で、建てたと。コンビニを作った、自分のお金でコンビニを作って、でそこに人を雇って、そして商品をその本部からね買って、でそして営業を始めた。でそこで売上が上がった分、そのコンビニで出た売上利益、その利益が、お金を払った人
まあ、いわゆるオーナーですよね。オーナーに入ってくるっていうところです。で、なので自分がやるんじゃなくて、お金、自分が労働して、お金を稼ぐのではなくて、お金を使って誰かにやってもらうってことですね。まあ、いわゆる外注になります。外注です。でも今、まあ、この予宿アカデミアに入って来られている方っていうのはお金で困っているわけですから、お金が、それほどない、潤沢にないわけですから、このお金を使ってお金を作るっていうのは、まずとても難しいのかなと思います。まあね、もう持ってるよっていうことはもうぜひやっていただいて、お金をにね、お金を使ってお金を稼ぐっていうこともやっていくのはいいことだと思います。はい、では次、能力いきましょうか。まあ、能力と書きましたけども、これはスキルとか知恵とか、まあ、お金を作る知恵とか、能力、スキルというところでございます。で、この能力っていうのは、もともと能力がある人ってすごく少ないんですよね。一般のサラリーマンでお金に困ってる人が何か能力があるかって言われると、じゃあそもそも能力があれば、その能力使ってお金稼げるんで、まあ、ほぼほぼ能力がある人っていうのはいないですよね。能力があれば、その能力を使って、スポーツ選手だったり、まあ他のね、今のサラリーマンではない働き方をしてるんではないかなと。まあ例えばあなたがね、サラリーマンだったらっていう話ですけども、まあこの能力なんですけども、じゃあ能力もないと。で、能力をつけたいんだけど、能力をつけるためには時間がかかるんですよね。じゃあ、イチロー選手が、野球のね、メジャーリーガーのイチロー選手が、引退されましたけども、あの実績、あのスキル、あの能力を、手に入れるまで、じゃあどれぐらいかかったのかっていうと、3歳ぐらいから始めたっておっしゃってましたから、40歳超えてますから、30年以上ですか、約40年近くやって、あの能力、イチロー選手の能力を身につけたわけで、とても能力をつけるのには時間がかかるということで、じゃあ能力もない、お金もない、能力もない、じゃあ何をするのか、時間を使うしかないんですね。時間を使う、我々ですね、チーム予宿についても時間を使ってきました。これは間違いなく時間を使ってまいりました。まあ、能力をね、身につけるために時間を使ったというのが正確な伝え方じゃないかなと思います。で、これどういうことかというと、まず私がですね、ミスター X が、今は60万かな、60万円の、まあ、インターネットを使ったビジネスを、学ぶね、コミュニティに入って入りました。で、そこでは能力をつけるための、まあ、トレーニングのね、こういうトレーニングをしましょうっていうものがあります。で、その中にトップバズが入っていた。で、そのトップバズを、まあ、ちょっとした能力ですね、能力を蓄えるためのスキル、ノウハウですよね、ノウハウを知った。で、そのノウハウを使って時間をとことんかけていったわけです。ずーっとやり続けた。で、それがもう1年4ヶ月5ヶ月目に入っているというところで、まあ、トップバズについての能力が上がってきたわけですよね。時間をかけて、能力、トップバズで稼ぐ能力を上げていった。で、そして能力が上がってくるとどうなるかと言いますと、まあ、自分でね、トップバズ自身で、稼ぐこともできますし、で、さらにね、その、自分の能力、稼ぐ方法っていうものを、まあ、やっぱり人それぞれ、やったことをお伝えする。まあ、コンサルというか、まあ、教育ビジネスですよね。まあ、教育というところで教える立場になるわけで、じゃあ、能力が上がったことによって、プレイヤープラス、教育する、まあ、教える立場になる、収益も上がってくるわけで、キャッシュポイント、
収入源が2つになるんですよね。で2つになりましたと。じゃあお金も増えましたと。でプレイヤーだけのお金じゃない、教育して、まあ、お教えしたことからによる お金収益も上がってくるっていうことで、最初はですね、お金もない、能力もない、時間しかないわけです。でこの時間も普通のサラリーマンであったら、昼間働いて、で飲みに行って、家に帰ってテレビを見て、ご飯食べて、お風呂入って寝る。だと時間をお金を稼ぐためには使ってないので、第2話でね、第1話か、第1話で時間の話をしましたけども、人生は2回過ごすことができる、人生は2回楽しめるっていう考え方があったかと思うんですけども、ライスワーク、ライクワーク、まあ、しっかりね、このライクワークの時間を、このね、公式に当てはめていただいて、でそして、徐々に能力が上がってきます。能力が上がってくる、時間をかけて、トップバスをする、そして能力が上がってくる、時間をかけてブックメーカーをする、そして能力が上がってくる、でお金を自分で稼ぐことができる、そしてさらに誰かに教えて、教育業ですよね、教育業、そこで、また収入源が増えていくわけです。でこうやって、収入がね、どん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 大きくなっていくっていう公式でございます。まあ、この公式はね、必ず覚えていただいて、でそして今自分が何が必要なのか、時間をちゃんと使ってるのか、じゃあ何の能力を伸ばしているのか、その能力を伸ばしてお金収益、収入源は増えているのかっていうことを確認しながら日々、行動をね続けていく、まあ、本当にシンプルな公式ですから、ぜひ覚えていただければなと思います。はい、ではですね、このお金を稼ぐ公式、これを学んでいただいた上で、成功の定義という4つの定義を、お伝えして、今回第3回目のね講義は終わっていきたいと思います。この成功の定義もね、ぜひ、日々ね、日々の生活の中で意識して覚えていただきたいなって思っております。ではまず1つ目、成功の定義1ということで、金銭的自由、まあお金の不安ですよね。アンケート、クリスマスプレゼントでいただいたアンケートもそうですし、他にもね、予祝アカデミアプレオープン生からのアンケート結果にでも、やっぱりナンバーワンは金銭的な不安があるということですから、やっぱり金銭的自由が成功の条件になってまいります。で2番で時間的自由で、お金は持ってるんだけども、めちゃくちゃ働いて、朝から晩まで働いて、家に帰ってきたらいつも12時15時間以上働いてるとか、でお金はね通帳に増えていくんだけど、使う時間が全くない、でもそのまま過労死で死んでしまう、で死んでしまったら、あの世にお金は持っていけませんから、何の成功にもならないということで、お金も持って、そして時間、それを使うね、有効に使う時間も、持つことができる時間的自由ですよね。これも非常に成功の定義の中で重要なものになってきます。でそして3番、支配を受けていないですね。まあサラリーマンであったり、基本はサラリーマンですかね。サラリーマンが、まあ、会社もしくは何かしらの組織の中に所属して、でその中で仕事をするということは、誰かの事業を手伝っているということ でしかも、そのサラリーマンっていうのは出勤時間、そして今ではもうほとんどね、残業もできませんから、退勤時間、出勤時間、退勤時間も決められている、支配されている。で給料も、雇われ側に、雇い側に支配されている。であと、
そうですね、休む時間までですね、休憩時間まで支配されている、いろんなものがね支配されているわけです。で、成功の定義としてはやっぱり支配さを受けていない、自分の決断、自分のやりたい時間に自分のやりたいことをする、これが成功の定義の3つ目でございます。で、最後に4つ目、成功の定義4ということで、バッシングを受けない。まあ我々ですね、人間はやっぱりそれほど強い存在じゃないんですよね。私はメンタル強いですって言ってても、本当にね、大切な人からバッシングを受ける、批判を受ける、まあドリームキラーとかね、いう言葉ありますけども、まあこのね、バッシングを受けない、自分がやっていて、まあ人にね喜んでもらうんじゃなくて、人からね、何やってるんだあの人と、誰も喜んでないじゃないかと、迷惑だと言われるようなことではなくて、やっぱり悩みを解決する、人のね悩みを解決するためのビジネスをやってるんだっていう自負ですよね。人に喜んでもらう、人に幸せになってもらうっていうことを志として、それが、まあ、自分の行動の指針だということを持ってですね、行動できているっていうのが成功の定義の4つ目になります。はい、以上ね、成功の定義について解説させていただきました。ぜひね、これも覚えていただければなと。もう簡単ですのでね、金銭的自由、時間的自由、支配を受けていない、バッシングを受けないでございます。はい。で、最初に戻ってですね、どうしようかな。公式に戻りましょうか。はい。このお金を稼ぐ公式第3話ですけれども、お金、能力、時間、これをしっかり、意識しながらやればですね、必ず収益っていうのは上がっていく。まあ、来年のね、2020年の大晦日に、ああ、1年間やってきてすごいな。この公式を使ったらこんなことになったのかと。本当に良かったって、やって良かったなって思う1年をね、ヨシクアカデミア生の方々とは共有したいですし、まあ、もちろんトップバズ塾生の方とも共有したいですし、で、あとね、動画を見ていただいている、YouTube 動画を見ていただいている方もね、いや、お金がないから、トップバズ塾ビッグデータバンクサロンとか、予宿アカデミア入りたいんだけど入れないんだっていう方は、もう全然いいじゃないですか。この公式だけでも覚えていただいて、で、そして、いつかね、よし、なんとかお金ができたから、入ってみたいと思ってますって、入ることができる準備ができましたっていうね時にはぜひご一緒できればなと思いますので、ぜひこの公式を覚えていただいて、日々のね、生活に生かして、まあ、まずはね、来年の大晦日もう本当に笑ってね、笑顔で迎えることができるきっかけになる公式になればなと思います。はい、それではね、最後まで今回もご覧いただきましてありがとうございます。